はい、ピスクです、パパラッパリやっていきたいと思います。はい、で、前回なんだっけ、あのレイリー使ってたんですけど、まあちょっとまあシンプルにジャギにして、北斗キャラ4枚の、あと50ですね、50の王子の方いらっしゃったので、はい、お借りしてっていう感じでございます。まあ肩がいないんですけど一応ギリギリ得意練習は詰めてるような感じになるので、あとは正規末次第ですね。正規末次第というか必殺技アシストがいい感じで来てくれるかとか、まあその辺にかかってるのかなっていう感じでございます。まあ、やっぱできるだけ来やすくするにはこうやって北斗キャラを積んでいくしかないとは思うので、まああとは運に祈るみたいな感じになっちゃうんですけどね。来ないね全然やっぱ。はーい、でジャギが来てくれると嬉しいよ。なんかね、ジャギが一番感覚的にはアシスト来やすいような、ね、気はするんですけど、なんか知んないけど、ケンシロウとか2回来るキャラの割にあんまり来ない。オッケーオッケー、このまま連結してくると嬉しいよ。来ない、このつなげてつなげてっていうのができないと。いいですよね。はい、佐伯さんです。タック早いないから、はいはい、で時さん来ました。そうですね、はい、特に光ってません。でもジャギ終わってんだよね。勝てんのかな。勝てんならこっち行っちゃっていいかな。はい、一緒に読もう。あーなるほど、来ちゃったかな。ちょっと回復ゾーンですね。はい、全然効かんねえないかな。まあトリンもトキもモネもいるので多いかな。はい、あざすで、モネは OK と。こういう評価上がりやすいところはね、すごくいいとこだと思うんですけど、来た来たか。そんな強くないけど、こういうの積み重ねがちょっとは大事なので、あざす。でまだ1ヶ月あるので、基本これ多いですね。うん、いいでしょう。でラブパも来やすいので、ラブパを呼んでいきたい。どんどん来ない。そして絆が来る。そうなんだよね、相棒も実は評価が上がりやすいのでいけるんだよ。はい、もう普通に回復ですね。上か、忘れる、ド忘れが入ってる。はい、惜しい。まあ開けちゃっていいか。で告白がまだ効かないんだね。はい、確か
あれどっちだっけ、これどっち、ああ、なんか落ちた、どっちだか忘れた。その他大勢、場内整理しよう。あざす。代打か、代打か人気者だってね。はい、大した練習がありませんので、あ、一回整えるか。全部いいにはしといた方がいいんだよね。ダジャレじゃないですけど、全部できない。これ何依存とかあったっけ。ケンシロウか。はい、デートしといた方がいいよね。メルツ横横が落ちました。首がめっちゃ凝るんですよね。やばいやばい。2000弱、まあ、うん、まあ出てなくはない。でもやっぱその300近くの世紀末タッグをね踏んでいかないとやっぱり伸びていかないと思うので、それを呼び込める運を持ち合わせていないといけないよね。うん、2キャラ、オクトキャラ2キャラはでかい。必殺なんで足りてこないってやばい。はい、飛びや、頻度かける、来い、いけ。ちょっと体力ないな、怖いな。まあリンちゃんいるから打撃だよ。あざす、あざす、引かれ、おっしゃ、そっちか。 30% いけるか。無理していくあれでもないか。寝ます。回復がしたい。よし、光る、一緒ね。とりあえずギリギリまではこの辺を狙っていきたいんだけど、あ、これ成功失敗あるんだ、もしや。あんま把握してないけど、で惜しいな、強いな。でも惜しいけど強いな、なんだこれ。惜しいけど強いからちょっといっちゃおう。リンと佐伯だけでこんななっちゃうんだ。ついでにリンちゃんも結構必殺出やすい気がする。ジャギと、なんでだろう、人によって。俺の体感ですよ、勘違いの可能性もあると。では何もないな。これはこいつか。あー、必殺来ない。クリスマス、クリスマスや、今年もやってる。それぎっちゃっちゃ、それぎっちゃっちゃ。精神が結構溜まってますね。ケンケンケンシロかな。ケンケンケンシロいきます。一冊来ないね、相変わらず。なんか 40% ぐらい。あ、おいおい、お前お前、降格は嬉しいけどさ。
怪我はきつくない？ちょっと運が悪いな。めちゃくちゃ運が悪い。はい。ちょっと筋力もったいないけど。普通にマイナスがつきまくる。こうかな。レイかトキ。ほい。レイももらえるよね。オッケー。カバウ。はい。どうしましょう。臨剣だからいっとこう。どっちか来い。カモン。どっちか来い。え、違くね。まあまあ回復するならいいけど。はい。このイベント謎すぎるよ。よし、千丸来い。鼻毛やめて。鼻毛。オッケー。センスはない。もう行った方がいいよ。全部行けなかった。あれか、必殺系が渋かった印象。はい、最後っすね。うわー、世紀末来てたらいけたじゃんこれ。アホー。そっか、肩いないからあんま意味ないのか。はい、4000。やっぱ結構スタートダッシュ大事だから、5000ぐらいないと後々きついよね。どうしよう。肩より守備かな。で、リンが来れば最高。オッケー。で、お姫様だ。はい。あれ、俺内野手だよね。そこから内野手だね。オッケー。打撃。これで呼びたい世紀末のポジションが2つ開けたから、お、いいですね。意外といい。まあどうしようかな。肩どうでもいいんだけど、肩どうでもいいんだよな。オッケー。来ねえなー、マジで来ねえなー。ちょっと基礎値を上げつつ、はい。危ねえ、なんか押しそうになった。どうしよう。トキ。あれ、トキも2回だよ。ケンシロウ、オッケー。ラオウがいると確か確定だったと思うんだけど、いないのでね。はいはい。誰かしら頼むわ、3人いるなら。あー、偉いね。リンちゃんいいね。リンちゃん来やすい。オッケー。来いよ。まあ。まあまあな練習です。
悪くはないんですけどね。失敗か。こっちは成功して、おっしゃー、ドロッ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 ドゥですね。レイさんお願いします。ケンシロウ相手だ。どうしよう。倒せっかな。あれね、いえ、キーンが怖いんだよね。はい、精神結構余ってる、ね、曲げちゃおうか。なぜか知らんが、ゲットしまーす。金徳の成功がかなりいいっすね。どうしたらいいんだろう。これでケンシロウ呼べれば肩は大丈夫か。来ない。あんねー、怪我しそうだな。諦めよう。はい、あざっす。まあ7000、もうちょい欲しいよね。全部潰せてればいったんだろうけど、どうしようかな。走塁してもありだと思うので見ていきます。あれ、コツもちょいちょい潰した方がいいか。ですね、代打エスラムード、これ投手ハイパー、はい、どうしようか。まあ、ちょっと来いよ。戻す。もう帰ってきた。あー、守備です。阿部ひ。ケンシロウかな。でも 20% だな。先デートしちゃおう。はい、ジャギ、ジャギじゃん。でっかな。頼むぞ。これ回復だね。
お、こっちか。なかなかだな。まだ時が来た。お、どうだい、ダメか。まあ、減るからいいけどさ。難しい。ありっかな。いけ。バント。お、ナイス回復。このタイミングがでかい。いけっかな。誰もいないのね。誰もいないとちょっときついな。これ倒せる？あ、倒せる。倒しちゃおう。ナイス。あとは運よく開けれるかどうか。リン勝った。あー、筋力ジャギかな。そのまま来い、そのまま来い、そのまま来い、そのまま来い。来ない。あ、ダメだな。筋力をぼちぼち取っていかないと。電光石火どうしよっかな。繁殖。満塁って多分来ないよね。総力バースト大体ここに来てるんだけど。どうしようね。むずー。これは取っていいでしょ。ここまでか。印象を残しつつってのがむずいな。筋力も新アーチと、バーストっていうところだ。多分足りないんだろうけど。やっぱ強いタック来ねえな。とりあえず4つ目指していこう。精神的支柱ね。どうだろう。あ、でもあと2箇所いけんじゃね。耐えきでしょ。であと2回肩いけばいいだけだから、いけるね、いけるね。どうしよう。筋力が、筋力別に余ってるわけじゃないと思うんだけど、難しいっすね。冷静も入らないね。登録ブーストって多分入んじゃなかったっけ。あの佐伯がくれたような気がするんだよ、新しい方の。折笠第9投げた。ベッタクラ強烈。入れば先制だ。場外。北斗リードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で折笠、はい。投球これから2球目。高速シュートボール。
第3球打ちました、痛烈、さらにライト先頭コクト、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは折笠、打ちました、痛烈、いったー、上コクト、リードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面、折笠変なバッティングになっちゃった、ライト前のヒットになります。折笠ヒットを放つ、そして変な座り方をしてたので左足がやばい、うわマジ、あーよかった、んどうせ3人無理だよね、2人だよね、失敗したらやだ失敗したらやだ、2人ずつだよね聖域マスタックって、え待って、聖域マスタックは何人ずつ倒せるか調べます、出てましょう、でもこれ強い練習だったら超良かったんだけど、2人だったと思うんだよな、増えたりしないよね、増えないよね、増えてまった、何人倒せるか書いてないな、聖域マスタック聖域マスタックは タッグに参加してる人数分、タッグにってことね、え練習にじゃない、あータッグに参加してるだ、なので2人なので無理、こっちの方が強い、はい、とりあえず金得取れました、てか何遊ぶ、どうなってんの、あびっくりした、遊べんのかと思っちゃってん、精神でいいか、デン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 、どんくらいあげれんだろう、多分ねこれは無理なんだよね、だよね、金得取って終わりな気がする、で流し打ち取れるかな、流し取れるかなって感じですね、お待たせ、球児たち2回の裏コクト攻撃に入ります、この回のトップバッターは折笠、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、センター見送った、コクト追加点のチャンスです、ノーアウトランナー一塁三塁という場面で折笠、初球打った、抜けた、ボールは中継、コクト1点入りました、コクトリードで迎える6回です、ここまで2安打、折笠危ない球投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、なんだそれ、負けんなよ、危ねえ、
危ねえ。ホームランも打ちました。危ねえ。しかし地味にね、ハマると打てないんだよね。悪い方にね。はい。ブンブンブブブン、筋力すげえな。いける？これもいける？お待たせ。2回の裏、北斗攻撃に入ります。この回の先頭バッターは折笠、はい、投げた。もう堀ちゃん頑張って。さあ次の投球投げました。打った、これは強烈、いった。準備苦手なんだよな。ノーアウトランナー一塁という場面で、はい、で打った、強い当たり、さらに伸びていく。あっと速球それた。北斗1点入りました。ストレート投げてくれない。ノーアウトランナー一塁という場面で、ね、今日2打点を挙げています。第2球やべえ、打った。第3球を投げました。もう第4球を打ちました。打ちました。攻撃、いった、入った入った。炎上すんなよ。8回の裏、北斗攻撃に入ります。この回のトップバッターは折笠。ここまで全打点を叩き、初球打ってきた、二遊間ライナー破っていった。折笠いいバッティングを見せた。はい、って4番なんかよお前。北斗はい、筋力と敏捷だったら、うん、ここで流し、なんでやねん。まあそんな感じだよね。筋力取って終わりかな。最後。お待たせ。二回の裏、北斗攻撃に入ります。トップバッターは折笠。これはいい。だいぶ打てるようになってきたけど、ラオウ様。打ち損じすると。北斗攻撃に入ります。この回の先頭バッターは折笠。メモにならないんだよ。ミート上限なくね、それが。打球はそのまま伸びていく。技術足りてないよ、ね。北斗追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁で、打った、これは強烈、左中間大きいぞ、入った入った。北斗レイドで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で折笠、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第2球投げました、打ちました、痛烈、いった、入った入った。いや北斗どうなるかな。最後遊んでなくても大丈夫だよねって信じてるんだけど、勝手に勝手に信じてるんだけど大丈夫だよね。あ、オッケーオッケー。そう、それがリンちゃんのところ。あざす。んー、まあね、だんだん出るようにはなってきたけど、だんだん出るようにはなってきたけどさ、やっぱきついよな。そういう感じ。200じゃ多分足んないよね。多分筋力取った方がいいような気がするので、あとは骨取りかな。何が打球の、守備移動一層
ャンス取れるね。チャンス。ラッキーボール。別戦車待ったな。待ったな。何取ったっけ。この辺か。守備移動やめる？やめてどうなる？やめても精神は吐けない。こうなっちゃう。こうなるならあんま変わんないんだよね。微妙だな。守備度のが強い。もう一個取れる。結局一個しか取れない。あ、違う。うん？いや、待って。いや、打球伸びあった方がいい気がする。そうか。伸びか。気分屋はいらん。なんか取れそうだけど。はい。まあ、ちょっとミート足んなかったんですけど。こんな感じっすね。全然弱い。まあでもやっぱ世紀末全然来てないので、よーぶ、運ゲー金徳4つは取れ、ギリ取れたんですけど、経験点がやっぱ全然足んないかなーって感じですね。敏捷と技術と。そこが入れば、まあまだ若干違うかなって感じか。難しい。金徳4つ取ってるもんなー。シーンも撮ってるし。はい、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。悩む。ぜひチャンネル登録と高評価と、もっとこうしたらいいよとかありましたら、お願いいたします。では、皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。